皆さん、こんにちは。複数女性に対する性加害疑惑を報じた週刊誌の発行元などへの訴訟を取り下げた松本人志さんですが、各所で新たな動きがあるようです。今回は訴訟を取り下げた松本人志さんに対してのある大物有名人のコメントや、松本人志さんが関わる有名番組への影響、さらには今回の件で松本人志さんが選ぶことになる今後の道筋や、気になる娘さんの情報なども詳しく見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。11月8日に松本人志さんの代理人弁護士から以下のようなコメントが発表されました。これまで松本人志は裁判を進める中で関係者と協議等を続けてまいりましたが、松本が訴えている内容等に関し強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたしました。松本人志さんにおいて、かつて女性らが参加する会合に出席しておりました。参加された女性の中で不快な思いをされたり心を痛められた方がいらっしゃったのであれば、率直にお詫び申し上げます。一部スポーツ紙では年明けの復帰を目指すと報じられていますが、この8日も代理人弁護士のコメントのみで、現在まで本人の言葉による説明はなされていません。一方、報道関係者から記者会見の問い合わせが多数寄せられているとし、15日に松本の代理人弁護士は次の声明を出した。本件に関してすでに公表済みのコメント以外の情報発信を行うことは、関係者との協議及びその結果の趣旨内容に鑑み控えざるを得ませんので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。真相が明らかにならないまま裁判は終結してしまいましたが、古巣からは厳しい意見も出ているようです。11月17日放送のワイドナショーでは松本人志さんの騒動を特集しました。ロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんは、復帰はしてほしいとしつつも、手放しでよかったって言える状況には今なってないので、松本さんの口からなぜどこが事実無根だったのかとか、僕は松本さんの口から聞きたいと思っていると率直な意見を述べていました。遡ること1月8日 X で、事実無根なので戦いますと報道を真っ向から否定していた松本人志さん、同日には裁判に注力するため芸能活動を休止することが吉本興業から発表されていました。そして週刊誌などを相手に名誉を毀損されたとして5億5000万円の損害賠償などを求めて提訴したのは記憶に新しいですよね。こうした流れを踏まえ、番組内で松本人志さんをバッサリと切ったのは、あの古舘伊知郎さんでした。残念だなと思うのは、やっぱり取り下げるぐらいだったら戦いますって言わなければよかったと思うんですね。今さら遅いですけど、やっぱり皆さんが感じていらっしゃるように、同意なのか不同意なのか、この強制性のことに関して物的証拠がなかったっていうことは、これはやぶの中なわけですよね。もし傷つけたのならという仮定は、これは違うかなって正直思いました。松本人志さんと親交のある古舘さんは、才能とこれは別とし、やっぱり今回の件は残念だったと漏らしました。さらに古舘さんは、高級ホテルのスイートルームで飲み会を開催したと報じられていた松本人志さんの遊び方にも意見を述べます。僕が一番引っかかるのは、古いと言われることを覚悟で言うんですけども、遊び方がダメだなっていうふうには常に思いますねと切り出し、こう私見を述べました。多少なりとも東京以外でもいくつかのところで後輩芸人が女性を連れてきてくれて飲み会があるってことは、結果そこでそれ以降のことに至らなくてもベッドが置いてあるスイートルームでそういう宴会が行われている、すごい人なんだからお店貸し切りにして楽しめばいいじゃないですか。あの飲み会の形がダメだっていう気がします。あれはないだろうと、性加害の事実があったかどうか以前に、そもそもの松本人志さんの遊び方を批判した古舘さん、
この意見を古いと受け取った人はさほどいなかったようですね。これに対しニュースのコメント欄や X では賛同する声が多数上がっています。古舘さん、土星論。古舘氏の一言一句に深くうなずいてます。古舘氏の感覚は全然古くないです。むしろそのあたりの危機管理の甘さの方が時代錯誤のような気がします。古舘さん、古い考えかもしれないけどって前置きしてから話してる内容、全く古くないし今のご時世に合った内容です。古いのは松本さんの方です。一言遊び方が汚いとバッサリ言ったのは共感しかない。古巣であるテレビ業界の先輩から厳しい意見を食らった松本人志さん。松本人志さん本人はこの手厳しい意見をどのように捉えているのでしょうね。そんな松本人志さんが活動休止前に出演していたある番組が物議を醸しているといいます。それは11月17日放送のダウンタウンのガキの使いやあらへんで、この日放送されたのは東京23区まっちゃんの店完全制覇と題された企画。この挑戦的な企画が物議を醸しているのです。もちろん松本人志さんの出演はありません。放送前日の番組公式 X ではガキツカが現在空前のまっちゃん不足に陥っているとした上で、まっちゃんと名のつく店をめぐってまっちゃんを補給しようというダウンタウンの相方浜田雅俊さんが自ら店に取材交渉しロケを行うという企画内容でした。これを芸能記者はこのように語ります。16日に番組の公式 X で予告が出され、17日の放送中も X は大盛り上がり、ガキツカ、松本人志さんをテレビで見たいなどのハッシュタグがトレンド入りしました。番組 X が発したまっちゃん不足という言葉に表れているように、着々と復帰への道筋がつけられている印象を受けましたね。ハッシュタグをつけた投稿は今日のガキツカ、めちゃめちゃ愛を感じました。ガキツカマジ一生見るわ、愛が半端ないなど松本復帰を歓迎する投稿があふれました。また一方でこのまっちゃん匂わせとも取れる番組の内容には辟易の声も見られ、 X ではこんな投稿もありました。ガキツカがトレンド入りしてるけど松本人志さんってそんなに復帰望まれてる？ごっつええ感じとか、私も子供の頃大好きだったけど最近の松ちゃんは正直周りが気を使って笑ってる感じして見ててちょっと切ない時があった。クレイジージャーニーに続いてガキ氏でもあからさまな松本復帰観測気球上げてきた。どうなることやら、十中八九復帰するだろう。これさ、なんか松本訴訟取り下げ復帰を見計らって知っててあえて企画してやったならいやらしいけどな。制作側が復帰に向けての地ならししてるとしか思えない。性加害疑惑が何も晴れていない、本人から何の釈明もない段階でよくこんな番組作れるなと思う。二次加害、松本人志さんは文書で被害者へのお詫びを出してはいるが、性加害疑惑は晴れてはいません。この状態で番組を作ることへの疑問も多数書き込まれていました。ガキツカ以外にもこうした観測気球的な番組構成が出だしています。松本さんがかつてレギュラーを務めていたクレイジージャーニー TBS 系では11月11日放送回で松本人志さんの過去映像が放映されました。各局こうした松本人志さんのちょい出しに視聴者がどのように反応するのか具合を見ているのでしょう。ただし性加害疑惑が払拭しきれない状況での匂わせには猛烈な反発があるのは事実。その上でテレビ局側が視聴者を試すような番組構成をしているわけですから、復帰させたい意図が透けていると怒りを買うのも当然でしょう。出方次第では松本人志さんのみならず局側も巻き添えを食らうことになりそうですね。テレビ局側は松本人志さんをどのように扱うのか、このあたりにも注目が集まりますね。そんな高田面に影響がある
今回の松本人志さんの訴え取り下げですが、とある番組内でテレビ出演している有名弁護士が意見を述べていました。これは読売テレビ上沼高田の釘付けに出演した本村健太郎弁護士が、松本人志さん側の代理人弁護士が受け取った裁判費用を推測した内容です。松本人志さんは文春を発行する週刊誌などに対して5億5000万円の賠償請求しております。訴訟取り下げで弁護士への費用がどうなるかが話題に上がると、本村弁護士は、僕だったら着手金で1500万円をいただきますと明かしました。上沼恵美子さんは、キャ、松本さんしかでけへんでとあまりの高額に驚きの声、プラス国に納める訴訟費用の印紙代が167万円と印紙代も高額であることを言及しました。上沼恵美子さんは、1枚160万の印紙やんの、見たことないわ、畳1枚とかとボケます。本村弁護士は、紙1枚全部に印紙が貼ってあるようなことになりますと答えました。訴訟取り下げで事件も落ち着く方向に行くのかと思いきや、取り下げたら取り下げたらで弁護士さんとの摩擦も生まれるようで、大きなお金が動くことになりそうですね。そんな松本人志さんですが、やはり気になるのは今後のメディア復帰ですよね。復帰が期待される一方で、今回の週刊誌に対する告訴を取り下げ自体が早期のテレビ界復帰は絶望的にしたという意見もあります。なぜなら、松本人志さんは週刊誌の一連の記事が事実無根、名誉毀損だと訴えており、松本人志さん自身も芸能活動を休止して裁判に注力すると宣言していたからといいます。それから1年もしないうちに自分から全面降伏、白旗を掲げた形になった今回、早期の芸能活動再開を望んで裁判を終わらせた松本人志さんですが、3月下旬の第1回口頭弁論を前に発表した一日も早くお笑いがしたいですのコメント通り、年明けの復帰案が浮上しています。テレビ局関係者によると、番組ではなく劇場への出演、最有力とされるのは所属する吉本興業が運営する大阪市のなんばグランド花月 NGK でダウンタウンとして浜田と観客を前に漫才をするプランだといいます。同関係者は、吉本と浜田さんらで話し合いをしていると明かしています。テレビ局関係者は、舞台に立ってお客さんの前で芸を披露するのが芸人の原点、そこからの再出発が松本さんにとっても一番良いと指摘しました。さらに、松本さんはテレビ復帰に強い思いがあるようだが、スポンサーの反応などハードルがある、劇場ならお金を払ってきているファンだから問題もないと語りました。2年でも3年でも吉本の小屋の舞台に立ち、反省した新しい自分を見てもらって、多くの客たちから支持を集め、そこから這い上がっていくという道筋のようですが、それをやるだけの根性が松本人志さんにあるのか、それともこのまま忘れ去られるのか、松本人志さんにとってはここが芸人人生の勝負どころ、分岐点なのかもしれません。そんな松本人志さんですが、14歳になる娘テラちゃんの存在も注目されます。松本人志さんが芸能界に戻るか、あるいは引退を選ぶかにかかわらず、テラちゃんの生活も大きく変わる可能性があると思われます。彼女は現在、何事もなかったかのように学生生活を続けている模様ですが、実際のところ彼女がどのような状況にあるのかについては、はっきりとした情報はありません。周りから距離を置かれているという噂もありますが、確たる証拠はなく、彼女には親しい友人もいることでしょう。彼女が外部から不当な扱いを受けることがないよう願うばかりですね。松本人志さんの娘であるテラさんの写真は残念ながら公開されていません。インターネットで検索をすると女の子の写真が多数表示されますが、松本人志さん自身がそれらが自分の娘ではないと明確にしています。今回、娘さんについての詳しい情報は分かりませんでしたが、
松本人志さんの影響をなるべく受けずに穏やかに過ごしていることを願うばかりですね。いかがだったでしょうか。今回は複数女性に対する性加害疑惑を報じた週刊誌の発行元などへの訴訟を取り下げた松本人志さんの最新情報や各方面での影響についてご紹介しました。まだまだ話題が尽きない今回の件、続報を追っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントも残してくれると嬉しいです。それではまた。